思ったより早いぞ。ガン迎撃準備を急がせねば。今こそ牙を向け。あの石化を逃がせば面倒なことになりそうだ。敵先遣隊を蹴散らし奴の口を封じるぞ。バルス軍だと？石化は何をしていた？気づけ。攻撃準備が間に合わん。よし、一気に打ち破れ。勝って。ここは俺が先行しよう。勝って。ザラーバンとは少し下がれ。うるさい、お主こそ下がれ。左右に3回せよ。土塁の後方へ向かうのだ。ロシタニア人どもめ、狼のごとく貴様らを勝ってくれる。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。罠であったか。待ち伏せとは小尺な真似よ。このままでは持ちこたえられぬ。イスファーン様とザラーバント様、敵の待ち伏せに遭い苦戦。突出して罠にかかったか。救援に向かう。急がねば間に合うまい。全身全霊をもって救援の任務を果たさねば。我らも力を貸そう。異教徒どもを討ち果たすのだ。また敵の増援か。このままでは仲間を助けに。だがここは通さんぞ。体勢を立て直した方がよかろう。まずは進路を塞ぐ部隊を撃破せねば。お前などに負けはせぬぞ。使命を果たすぞ。見事な腕前だ。王道たる戦いぶり気に入ったぞ。に交代せよ。逃がさんぞ異教徒どもめ。
このクレマンスが踏み潰してくれる。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。敵の本体はトゥースラを追っていったか。ナルサスの読み通りだ。我らの役目は城の前の敵を消し出し騒ぎを起こすことでしたな。城が危ないと聞けば敵本体は慌てて戻るだろう。そこを待ち伏せて撃てばチャスームを奪う。だが時間をかけてはトゥースたちが危ない。急ぐ必要がある。パルス軍だ。どうやってここに。マルフ、お主は何かの有能だ。このようなところで倒れるな。マルダーン・フ・マルダーンのご命令とあらば。ですが危ない時は多少加勢してくださると嬉しいですな。クレマンス将軍はご不在だ。俺たちで迎え撃つしかないぞ。このままではいかん。本体に伝令を送れ。救援要請を。はっ。急ぎクレマンス将軍のもとへ向かいます。してしまいだ。お見せしました。その不遇にかなう者などおりますまい。戦場におらずして戦場に絵を描く。さすがはナルサスといったところだ。さて我らの敵本体の迎撃準備をしませんと。急ぎましょう。ダリウン卿、今こそ示せ。なんと勇ましき戦ぶり。感服しました。急ぐぞ。敵本体が戻る前に迎撃地点に向かうのだ。迎撃地点まであと少しです。急ぎましょう。それこそがマルダーン・フ・マルダーン。今こそ示せ。今日のところは引いてやる。戦ぶり、感服しました。なんだこれは。アリウン卿、これをご覧ください。役立ちそうなものを見つけました。ここで伏兵だと。バカだ。敵はチャスーム城を攻めていたはず。成功だ。あとはあのチャスーム城主を撃つのみ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。城主は倒れた。これでチャスームは我々のものだ。報告します。アルスラーンの軍勢によりチャスーム城が陥落したとのことです。ほう。アルスラーンはそのまま西へ進軍を続けています。おそらく目標はサン・マヌエル城。武力を蓄え
ついに王都奪還に動いたか。三奪者の小せがれごときが生意気な。国土を回復し、パルスの救世主となるべきは奴ではない。正当の王たるこの俺だ。ギスカールに伝令を出せ。と申しますと、サンマヌエルを守るバルカシオンは武勇や傭兵に優れた男ではない。すぐに城を奪われてしまうだろう。俺がサンマヌエルへ行く。この地で小せがれの息の根を止めてくれよ。サンマヌエル城はもともと堅牢な砦でした。今はルシタニア人の手によりさらに難攻不落の城塞となっておりましょう。なるべくなら多くの血を流さずに進みたいところですが、ルシタニア軍としてはその反対を望んでいるでしょうが。それでも私は進まねばならぬ。ルシタニアを討ち、パルスの平和を取り戻し、そしてパルスをより良い国にするために。レンガ、アトロパテネの敗戦からわずかな間に本当に成長なさいましたな。良い目をなさっています。殿下ならば必ずパルスを望ましの王都に変えてくださいましょう。殿下の作る良い国を見るために精一杯力を尽くしたいと思います。いつか救われたこの命、殿下のために使わせてください。このジャスワンと殿下に恩義を果たすため最後まで戦い抜いてみせます。パルス騎士としてルシタニアの横暴は見過ごせませぬ。先の戦では不甲斐ない姿をお見せしましたが、必ず面目を施しましょう。兄、そして多くの者の仇を取るため全力を尽くして戦います。この命にかけて勝利をつかむことをお約束します。我が妻、殿下とパルスの未来のために捧げましょう。みんなありがとう。私は負けない。支えてくれる皆に応えるためにも、サンマヌエル城を落とし、パルスの未来を切り開く。いざジャシャシーン。この一